はい、どうも高橋です。今回もですね、ブログの原稿をちょっと読み上げ方式でやってみたいと思います。これね、なんかいつもと違ってちょっとまたいいですよ。これ今日はね、こんなタイトルです。形があるものだろうが形がないものだろうが折り方の根本は同じですなんていう、こんなタイトルでちょっといきたいんですけれど、形があるものだろうが形がないものだろうが折り方の根本は同じです。インターネットで集客する方法だって別にものすごく変わるわけではありません。でもそれぞれの会社はこう言います。うちの売ってるものはさ、あの会社はさ、隣の芝は青く見えるものです。できない理由を並べ立てるよりもどうやったらできるのかと頭と労力とお金を使って実行した方がいいです。やれている会社は山のようにあります。一方やれていない会社も山のようにあります。あなたの会社はどちらに入りたいでしょうか。そんなの言うまでもありませんよね。まずちゃんとした入れ物を作るんです。サイトのことですね。次に徹底的に見込み客を集めるんです。ありとあらゆる方法で。あとはやるかやらないかです。やらなかったら今と何にも変わりません。僕だったらそんなのまっぴらごめんですと。なんか面白いですね。自分で書いたブログの原稿をちょっとこう読み上げ方式でやってるっていうのは、YouTube だとやっぱりね、なんかこういろんな、YouTube だっていうかこの動画ですよね。これからもですね、ちょっといろんな方法で情報発信のスタイルっていうのをこうやってテストしていきたいと思います。ご参考にしてみてください。ありがとうございました。